どうもどうも、こんばんは。いかがお過ごしですか？いつもご視聴ありがとうございます。私のですね、動画をご視聴していただいている方の中にはですね、どうしても外出できない方、それから入院されている方、インフルエンザですとか COVID なんかでね、いろんなアレルギーをお体に持っていられて、薬をね受け付けられないとか解熱剤を受け付けられないとか、いろんな方がいらっしゃいます。そういった方のためにもオンラインで、海外旅行がね身近に感じていただける、楽しく見ていただけるような動画をこれからも作り続けたいと思いますので、どうかどうかご覧いただければ幸いでございます。今回はですね、こちら麻生区にあります、まあまあね、なんてことない多分ホテルで、多分皆さんがねよく知ってる、存じ上げていると思われるホテルなんですけど、こちらをちょっと検索してみて、実際にねこのバスが行くのかどうかというのを確認したいと思います。本当ソイカーボーイのすぐそばで、多分ネットなんかでもねいろいろ紹介されているホテルですから、こちらも Google で、検索していただけますと出てきますので、ぜひぜひご確認いただければと思います。こちらがエレファントエアポートエクスプレスの、URL になりますね。早速ちょっと動かしてみます。こんな感じでねホームページが出てきました。でエリアごとに3箇所ぐらいにね、ブルーラインとかレッドラインとかグリーンラインみたいな感じでね分かれておりまして、で各々多分時間が違うと思いますので、ただねホテル自体の検索は簡単ですので、ちょっとやってみましょうか。ちょっと一緒にやってみましょう。まずはレッドルートですね。こちらがエアポートトゥチャイナタウンって書いてありますから、まあ、チャイナタウン方向の方面に、ホテルを取られている方は、こんな感じのね、ルートで行きますよというところで、実際にね、Google マップと比べてみましょう。こっちの方のね、ターティエンマーケット方面ね、泊まられる方、ホームページ見るとね、どこに停車しますよというのが書いてあります。で、あとはホテルはホテルで後ほどね、検索いたしますので、こんなイメージでね、いていただいて、で、レッドルートの時刻表をご覧いただければと思います。7時半、8時45分、11時15分、12時45分、14時30分、16時30分、18時30分ということで、セブントリップスって書いてありますので、この7本が運行されているという感じになりますので、もしね、時間に都合があって、まあ電車に乗るのがね、ちょっとやっぱりめんどくさいっちゃめんどくさいですよね。なので、まあドアトゥードアで動けて180バーツで入れるということを考えれば、使い勝手がよろしいんじゃないかなと思います。次のエリア見てみましょう。続きましては、ブルールートになりますが、こちらはですね、まあ代表的な4番が日光ホテルですので、この日光ホテル周辺ですね。ですから、地図で言いますとこんな感じになりますね。まあ BTS の駅で言えばですね、まあトンローがあったり、あとプロンポンなんかがね、ある日本人がたくさん住んでる居住地街の方にありますので、まあこのエリアにね、ホテル泊まられる方、もしくはこのエリアに帰られる方は、このブルーゾーンでね、ブルールートで帰られたらいいんじゃないかなと思います。こちらがブルールートの時刻表になります。まあ大体同じような感じですね。7時40分、8時30分、9時30分。ここ1時間おき。それから11時、12時半、14時。これ1時間半ぐらいありますかね。で、14時から16時まで2時間。16時から18時までは、2時間と8トリップスと書いてありますから、8ルートじゃないね。8本走ってございますね。続きましては、グリーンルートになります。こちらはですね、チャオプライア川の方の、サパンタクシンの方のね、BTS で言うとサパンタクシン駅の方に向かって進むような形で、今、イーストングランドホテルサトーンがね、入ってましたので、こちらが最後のルートになって、で、その後ですね、シャングリラホテルですとか、あとルブアットステートタワーですとか、あとルート新病院、それからホリデーインバンコクシーロムあたりを通過というかね、通りながら戻っていくルートなので、当然ホテル検索でね、このあたり検索していただければホテル出てくると思いますから、こちらのエリア、サパンタクシーの方向の、サトーンホテルルートですね、こちらをご希望の方はこちらのルートで、行かれるとよろしいんじゃないかなと
と思います。ちょっとこれもマップ見てみましょう。ここがですね、イーストングランドホテルサトーンになります。続きましてはグリーンルートの時刻表でございます。こちら7時50分、8時15分、9時15分。ここ1時間おきですね。で、11時30分、12時15分、14時15分、16時15分、18時15分。ということで、8トリップということなので、8本運行しているようでございますので、どうぞタイミングがあったらね、このバス利用してみてもよろしいんじゃないかなと思います。僕もですね、8月に行くと時に、タイミングがあればバンコク市内どっちみち入りますので、利用して実際のね、また利用した状況なんかを報告させていただきたいと思っております。はい、こんな感じでですね、サーチはホテルヒアみたいな感じでね出てきますから、どこに行きますのっていうところのねホテル名を検索していただくような感じになると思います。で、見ていただいた通りちょっと簡単ですよね。で、180バーツで、で今回ねスクンビットエリアのホテルでちょっとたまたまね検索してみましたけど、多分ね大きなホテル、例えばノボテルだとか、まあグランデセンターポイントに泊まる方は使わないかもしれませんけど、まあそういった感じでね、主要なホテルをここで選んで、で徒歩圏内で動けるところなんていうのもいいのかもしれませんし、まあ7の周辺にもねいろんなホテルありますから、こういったものを使ってですね、そこのホテルまでとりあえず到着して、そこから歩いてというね、今ねこの日程をデータ日付入れております。で、お時間なんかもね入れておりますので、ただ1時間に1本ぐらいですから、そこだけねちょっと注意かなと思います。で、クレジットカードで決済みたいな感じ。行き先に指定できるホテルもねこのように、300件以上ございますので、まあ一回ねもしバンコク行きが決まられてる方で、お時間があれば検索してみて、ご自身のホテルがあるのか、それとも近くにね、該当するホテルがあるのか確認されてもよろしいんじゃないかなと思います。まあ多分ね、僕でしたら、預け入れ荷物をねピックアップするときに予約しちゃおうかなと思いますので、まあ時刻表を見ながら、予約していただいて、でこのね1階のフロアに、タクシーですとかバスなんかのね、カウンターゾーンがありますので、まあ過去動画なんかね見ていただければ、より分かりやすいかなと思いますので、1階フロアに行っていただいて、7番搭乗口だと思いますので、7番の出口のところでね待っていていただく、もしくはその手前に椅子なんかもたくさんありますから、係員の方もいると思いますので、そういった方にスマートフォンをね見せれば多分ね簡単に案内してくれると思います。カウンターはね7番出口8番出口の間に今あるそうなので、まあちょっとねタイですからコロコロ変わる可能性もありますので、まあ近くのね本当係の方にお尋ねしていただければ、まあこの赤いねデザインが目印のになるんじゃないかなと思います。バスはですね、パタヤに行くための大型なやつではなくですね、どちらかというとどうかな、ドームアンなんかを結んでるバスなんかありますよね。あっちと同じような感じのこの中型から小型みたいな感じのね、バスになると思いますから、お手洗いも当然ついてないのでね、お手洗いを済ませて乗車していただければと思います。あとまあね、時間帯によっては混雑すると思いますから、本当体調管理だけはしっかりしながらね、行動していただいて、まあどうかな、タクシー使うよりは安いと思いますけど、まあ時間を優先するんだったらタクシーの方が早いかもしれませんし、まああとバスじゃない、電車の方もね、一回使ってみたいという方はぜひ電車もね、トライしていただければ幸いでございます。いかがでしたか？今回はホテルまでのね、移動手段の一つとしまして、まあ、タクシーだけではないよと、多分ね、今タクシーもだいぶ混んできてる。まあ、またね、もしかしたら3カ所、4カ所とね、タクシー乗れば中距離、短距離とかね、長距離と分かれてるかもしれません。ちょっとごめんなさいね。私8月にそれまた確認させていただきますけど、あとはまあね、レールウェイっていう感じで、電車で行かれるか、もしくはもう第3の移動手段、バースというのをね、また一つの、移動手段かと思いますので、ぜひまたご利用していただければ幸いでございます。それではチャンネル登録ぜひともよろしくお願いしたいなと思います。なんとかね、次の8月に立つまでに、2000件になれば嬉しいなと思っておりますので、ぜひ投資と思って皆様の、優しい一票をよろしくお願いします。それではありがとうございます。バイバイ。また見てねー。